はい、こんにちは、116ウィンズです。先日 AJ ポロクとの契約をまとめて、なおももう一人野手の獲得を少なくとも検討しているとされていたマリナーズですが、昨日トミー・ラステラとの1年契約を発表しましたね。ポロックに続く野手補強が実現した格好です。ラステラはコンフ・ジャイアンツとの契約が1年残った状態で DFA、 その後リリースとなっていましたので、今期の年俸1150万ドルと実は結構高いんですが、その大部分はジャイアンツが支払うこととなり、マリナーズは最低年俸分の負担のみで OK です。もちろんジャイアンツとの契約途中でリリースされるだけの理由がある。近年成績が振るっていない部分はあるものの、最低年俸で獲得できるならいくら成績が悪くともほぼノーリスクに近いですし、それでラステラのようなベテランを獲得しベンチに厚みを増すことができるなら、マリナーズにとっても決して悪い話ではないでしょう。今回はこちらのマリナーズとラステラの契約を中心にいろいろとお話できればなと思っています。マリナーズがラステラ獲得を目論んだのは実は今回が初めてではありません。2年前の2020年オフに内野補強の一環として、マリナーズは当時 FA だったこのラステラとコルテンウォンの獲得を検討したのですが、しかし当時はコロナ禍で異例の無観客で行われた2020年短縮シーズンの直後、今後の見通しも当時は不透明だったことから、マリナーズのオーナー陣はペイロールの増額には消極的で、結局ラステラはジャイアンツと3年契約、ウォンもブルワーズと2年契約と、ターゲットとしていた2人を逃してしまった過去があります。で、あれから2年後のコンオフ、昨年12月にマリナーズはブルワーズとのトレードでウォンを獲得し、そして今回ラステラとも契約ということで、2年越しでかつて欲しかった内野手2人の獲得を実現させたことになりましたね。まるで昔の片思いを成就させるような感じです。まあ、ディポトさんという人は結構自分が気に入った選手というか、自分が欲しいと思った選手はしっかり追いかける方でして、多少大きめの犠牲を支払ってでも獲得したりすることもありますし、極端な例を挙げればマイナー契約したかった選手が別のチームと契約してしまったのでルール5ドラフトで無理やり獲得するなんて事例もあるくらいですが、ラステラも以前から相当気に入っていたんでしょうね。これぞ執念です。マリナーズが2020年オフの当時それだけラステラを気に入っていた理由も理解はできます。当時のラステラは主にセカンドやサードと複数のポジションを守りながら平均以上の打力を持ち合わせ、2016年から2020年までの5年間、通算の打撃成績が打率2割8分2厘、出塁率が3割5分8厘、WRC プラスが114、エンゼルス時代の2019年にはオールスターにも選出されるなど、なんならこの手のタイプの選手としてはそれなりに打っている方でしたし、アプローチも優秀な点は魅力的でしたよね。短縮シーズンとなった2020年は全打席に占めるフォアボールの割合が 11.8% もありながらも、三振の割合がわずかに 5.3% とフォアボールを選びながら三振は少なめ、複数ポジションを守りつつアプローチも優秀というディポトさんが好む要素を多く持っていた選手という印象ですし、今の時代こういった選手はなかなか貴重ですよね。だからこそマリナーズ以外のチームもラステラ獲得に興味を示し、最終的にはジャイアンツが3年総額1875万ドルとそれなりの契約も出した結果、マリナーズはラステラ獲得戦線に敗れてしまったわけです。ただジャイアンツに移籍してからの2年間でラステラに対する評価はだいぶ変わってしまった印象です。ジャイアンツに移籍してからとにかく怪我に悩まされていまして、2年間でシーズンの半分すら出場はかなっていませんし、また両アキレス腱の手術を受けたことも報道されるなど、身体面でもかなりボロボロといったところ、2016年からの5年間で2割8分を上回るアベレージを残していた選手もここ2年間は打率2割4分5厘 WRC プラスもわずかに86とリーグ平均以下の攻撃力しかなく、おまけに先ほど触れたアキレス腱の手術の影響もあってか6人守備につくこともできておらず、複数ポジションを守れる強みも生かされていません。昨年のラステラは出場した60試合のうち43試合が DH での出場、守備にはシーズン合計で76イニング、おおよそ8試合9試合分にしかついていないということで、やっぱり状態は相当悪かったのかなと。この手の選手を DH として使わざるを得ないのはなかなかに厳しいだけに、その状態はかなり心配ではありますよね。多少なりとも状態が改善してかつてのようなプレーぶりをマリナーズで見せてくれたら嬉しいんですが、まあ過度な期待はしない方がいいかもしれません。で、こちらがマリナーズで期待するラステラの役割です。もうこれはかなりの理想論も含まれているんですが、体の状態が多少良いのであればファースト、セカンド、サードのバックアップを務めてほしい。これがまず一つ。内野でいろいろ動かせるのであれば選手起用の幅も広がりますので、それがベスト。ただ実際のところ両アキレス腱の手術を受けているような選手ですので、現実問題としてメインの起用は右投手と対戦する際に DH を務めながら、そこまでアスレチックさが求められないであろうポジション、フランスやスアレスの休養日にたまにファーストやサードを守る、セカンドはウォンやムーア、ハガティが元気なうちはラステラに何が何でも守ってもらう必要もありませんので、まあこんな感じの起用になるのかなと。
で、バッティング面については理想を言えばオールスターに選出されたエンゼルス時代のように2割8分くらいのアベレージを残しつつ、かつアプローチの良さも見せてくれたら最高ですが、ここ2年間のジャイアンツでのパフォーマンス考えたら、まあ2割5分前後くらい、これがまだ期待できるラインですかね。体の状態がとにかくマリナーズで活躍する上では焦点になってくるでしょうが、ただまあ何度も言うように最低年俸で獲得してきた選手ですので、2020年以前の姿に少しでも近づいてくれることに期待しつつ、ダメでも別にお金もかかっていませんので OK という感じで、力を抜いてラステラのことは応援したいなと思います。なお今回ラステラを獲得するにあたり、 MLB の40人枠に空きが必要であったことから、マリナーズはジャスタス・シェフィールドを DFA としました。ついにシェフィールドの DFA が来ちゃいましたね。シェフィールドはかつてはトッププロスペクトとして期待されていた選手で、2018年オフにジェームス・パクストンをヤンキースへトレードした際の見返りのうち、このシェフィールドがメインのプロスペクトだったわけですが、その期待通りの活躍はできずにチーム内での立ち位置を失うこととなってしまいました。パクストンのトレードで獲得したエリック・スワンソンも今オフブルージェイズ移籍となってしまいましたので、パクストンのトレードで獲得した選手たちはこれで全員チームを去ることになりそうです。まあ今のシェフィールドを考えたら DFA も仕方なく、彼は左の先発としてズバ抜けてボールが速いわけでもなく、ボールの回転数等も平均的、むしろフォーシームとしては少ないくらいでしたし、コントロールもそこまで良くはないということで、まあなかなかメジャーレベルで活躍するには厳しい状態ではありましたしね。2020年の短縮シーズンではボールの回転数の少なさを逆手にとって、シンカーをうまくコントロールして少し活躍したこともありましたが、結局コントロールが2021年にまた問題となってしまったことで、それも長続きはせず、昨年はトリプル A で防御率 6.99 ですから、まあ厳しい。マリナーズも先発できる選手が MLB に6人いて、かつマイナーを見渡してもブライス・ミラーやハンコック、ドラードなど先発の有望株もいる状況では、シェフィールドをもはや残す理由もない判断でしょうね。今後1週間でマリナーズはシェフィールドのトレードを模索するか、ウェーバーにかけることになりますが、彼のかつてのプロスペクトとしてのステータスを買うチームは出てくるでしょうか。ということで、新たにラステラがチームに加わったわけですが、ウォン獲得以降マリナーズはこれで予定通り2人の打者を加えたことになりました。まあそれがポロクとラステラで良かったのかはともかくとして、一応メジャーのロースターのアップグレードはできたとは思っています。ポロックを獲得した時点でディポトさんはメジャーレベルでの投手補強はもうしないだろうと言っていましたので、打者も含めてコンオフの補強はこれで一段落ですかね。あとは来月から始まるスプリングトレーニングに向けて、マイナー契約でデプスを確保する動きに注力する感じでしょうが、怪我人等不足の事態に備えてデプスの確保もしっかり行ってもらいたいところですね。今後のマリナーズの細かい動きについても注目して見ていきたいなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。